さあということで皆様お待たせをいたしました。いきなりこういうカラーで飛び出してまいりまして、皆さん の, ご覧いただいているモニターに色調異常が出ているわけではございません。こういう格好で普段通りやらせていただいているということでございますんで、本日司会進行役を務めさせていただきます ABC のスポーツアナウンサー歴が34年ということでございます、中村雄二でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。同じく ABC アナウンサー新人です。アシスタントを務めます東留伽と言います。よろしくお願いします。はい、このところは東さんよく阪神ものにね、借り出されることが多くなりまして、ABC 今後は東留伽でぐんぐん打っていこうと考えてるわけなんですけども頑張ります。そこに私中村雄二もここに書かれておりますように、出しゃばってやっていいよとい う, もうある種年齢がもう今年還暦でございますので、ね、そういうお墨付きをいただいたんじゃないかというふうに思っておりますので、今日はもうビッグな皆さんにお越しいただいて楽しいバトルトークを楽しんでいきたいと思っているわけなんですが、はい、さあ、まずは皆さんに感謝のコメントから申し上げたいと思います。2021年最初のトラバンチャンネル生配信、まず皆さんに御礼を申し上げます。この度トラバンチャンネルチャンネル登録者数が10万人を突破いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。10万人です。すごい、はい、ねえ、今回の生配信はですね、トラバンチャンネル登録10万人突破を記念いたしまして、超超超豪華ゲストの皆さんにお越しいただきまして、あんな話やこんな話を、もう東さんが生まれる前に全て過ぎ去っているというそんな話をいっぱい聞いていこうということで、そういう年ですか、そうなんだ、もうお声が半分聞こえておりますけれども、ということでございまして、ではにぎにぎしくご紹介をさせていただきましょう。本日ご登壇をいただきます皆さんです。まずは一番手前から真弓明信さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。はい、どうもよろしくお願いします。ねえ、まあ、真弓さんにはいつもね、テレビラジオで放送を加わっていただくと同時に ABC のテレビラジオもいつも愛聴していただいてまして、我々アナウンサーがいかに失敗をしているかというのを全部チェックしてる今日の朝から聞いてました。油断ならない解説者のお一人でございます、その辺の話も少し気を抜かないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。続きまして掛布正幸さんです。よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。かつては掛布さんはね、冬ごもりなさってね、シーズンに備えるなんてことがよく記事にもなってましたけどね、スキーでやってましたね。そうでしたね、今も雪山とかそそられるところはあるんですか？いや全くありません。全くない今は寒いのは嫌いです。まあ、それだけ年取ったということです、本日のここ暖房はいかがなもんでございますか？ちょうどいいです。ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもう一方が岡田彰布監督です。よろしくどうぞお願いします。2005年に私実はね、優勝シーンを実況させていただいて、なので岡田彰布さんの場合にはもう監督というふうにね、ついつい呼ばせていただくことが多いわけなんですが、あれから優勝してないんだよな、ね、岡田さんそれ以来阪神優勝できてないんで ね, でね、はい、何してたんでしょうね、でもねいや間いるからね、真弓さんにもね阪神対今日はその辺のですね、恨みつらみとは申しませんけれども、いろいろ胸の中にあるもので、今だからこそ話せる話、ね、その通り、あなた視界向いてるね私決してここをまとめようとは思っておりませんので、都合悪いと必ずあなたに振ります、はい、よろしくお願いします、はい、それにしましてもこのお三方がこういう形で揃うなんていつぶりぐらいですか、真弓さん覚えてらっしゃいます？いや覚えてないです。めったにないです。ないでしょう。ないです。ないですよね。ないです。いや僕ね一度ね、他局ですけど優勝してから10年経った時に10年目の同窓会って番組覚えてない、真弓さん？甲子園の近所どこだ、かなんかで収録したの、ロケでさ、甲子園の近所のレストランがあった、あったあった甲子園口の方、甲子園口の方ね、なんかそうそう、はいはい、そうそう、はい、他局ですねこれは。じゃああんま広げない方がいいんですか？そういうことですね、はい、まあでもねこれだけのビッグな顔ぶれがね揃っていただくだけでもなかなかないことなんですが、今日は実はここにもう一方吉田芳雄さんにもお越しいただいて、
まさに1985年レジェンドシーズンを思い出しながらね、うん、今年の矢野阪神に物申すというようなそういう番組構成を考えておったわけなんですが、昨今の新型コロナの、ね、再蔓延第3波と言われておりますけれども、いろいろ関西地方も、ね、状況があまりよろしくないということで電話での後ほどご出演をお願いするということになっておりますので、はい、こちらも楽しみにお待ちいただきたいというふうに思います。さあ、ということでね、阪神タイガースのあれこれをと、まあ、今年のことについてもそうなんですけれども、ここのところ数年来それぞれね、実際一軍の監督や岡田さんね、真由美さん、そして加計さんには2軍の監督もということで選手の直を、ね、見てこられた。で2005年以降は阪神が優勝がないという中でファンの鬱憤が溜まってるのはいわゆる阪神関係者としてはお気づきになってると思うんですけれども、真由美さん、はい、阪神は今年優勝の目があるのか、これ一番最後に本来聞かなきゃいけないんですけども、いきなりその話から、はい、いや今年はね、優勝の目 かなりあるんじゃないかなと。かなりある、ね、はあ、その根拠を、まあ、ゆっくり聞いていこうというところですが、加計さんいかがですか。十分可能性は あると思います。あの別に阪神無理やり持ち上げなくても大丈夫な番組なんですけども、いやもう他の球団と一騎打ちになるんじゃないですか。あ、一騎打ちということは、もうライバル球団を発揮してきている、岡田さんいかがですか。いやいや、もうその通りですね。あ、まああの、まあ、あと出るかもわからないですけど、はい、菅野が戻ったんで残留になったんで、もういきなりそういうのは一気にして思いますけどね。ね、いうことですよね。さあ、いうことで普段はですね、この YouTube 配信皆さんにもね、あの会員登録をしていただいて、はい、で、実際に阪神の生情報、いわゆるリアル情報をどんどんと、まあ、ゲットしていただきながらより阪神のことを好きになっていただくというところが、まあ、我々の目的でもございますけれども、はい、そのチャンネル登録についてこんな風によろしくお願いしますという、はい、東さんお願いします。ドラファンチャンネルの、チャンネル登録について解説いたします。はい、今皆さんこちらであのライブでご覧いただいていると思うんですが、その下の部分、トラバン阪神タイガースと書いてある右に赤い文字でチャンネル登録と書いております、うん、こちらのチャンネル登録しっかりタップしていただきますと登録済みというふうに文字が変わりますので、こちらからトラバンチャンネルで検索してご登録よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。今日は何でもね、新しい登録者数がある一定の数ずつ、そうなんですよ、ちょっと100人を超えるごとにですね、はあはあ、こちらの超超超ドクロボックスの中から質問を私が選びまして、はあ、このお三方に答えていただくということになってます。これまでにもこういうスタイルでの放送はね、あのトラバン YouTube ということで増えたらなんかこう商品プレゼントするとかじゃないの。その期待に応えるという意味で、ね、だから罰ゲームみたいになってんじゃん。まあ、当番組持ってる予算はお三方のギャラに全て振り分けてる。そんな、ね、登録者の皆さんから早速コメントが届いております、はい、チャンネル登録10万人記念生配信楽しみ、うん、しかしすごいメンバー、真由美さん男前すぎる、リモートでパースもつないでくれということです。はい、ね、これでもう得点源全員勢ぞろいということですからね。はい、すごいです、はい、ね、あ、こんな形でですね、皆さんもぜひあのこれだけのメンバー揃うことありませんから、どんどんと質問などもこちらに寄せていただきたいというふうに思います。またあのせっかくのことなので、人生経験豊富なお参加でもありますんでね、阪神タイガースを応援していてこんな目に遭ってしまったということで人生相談をなさりたいという方ももしいらっしゃったらですね、ぜひ、そういうフリーテーマでございますので、はい、今のフリは何今のフリは何いや、あまりに阪神のことを応援しすぎてね、今家事分担が当たり前だけれども、そういうところも顧みずね、勝ったら勝った、負けたら負けたでね、まあ、最近難しいですが飲んだくれててちょっと困るとかね、そういうようなことがあった時に岡田さんどうしたらいいんでしょうと、はい、いうことを聞いていきますんで、ちゃんとございます、ちゃんとございます、ありがとうございますということでございます、はい、よろしくどうぞお願いいたします。はい、まあ、もうすでにこのドクロボックスに関しては真由美さんとか岡田さんはねご経験済みだと聞いているんですが、はい、はい、かなり突っ込んで聞くという覚悟もできておられますでしょうか。いや、覚悟してますよ、うん、はい、何でも以前にはですね、最近奥さんとはキスなさってますかとかっていうそういう質問を、私が聞かれても顔をあからめてしまうような、そんな質問。ちなみにユージさんは怒らない方がいいですね、はい、失礼しました。今朝キスの天ぷら食べてきましたけど、はい、朝からキス、はい、朝から、はい、いいね、弁当のね、子供の弁当用の残りなんですが、はい、さあ
ということで、あ、もういきなり早速100人を、はい、超えている、超えたということで、あら、そんな100人超えるのに、それ本当なの、しかし、はい、本当ですよ、はい、スタッフさんからね連絡ありました、我々ね、はい、ABC テレビいろいろ歌詞はありますが嘘はつかない、そうですよ、はい、何ですか、まだ最初なので、はい、ルカさんが何を選んだか、こちら、はい、犬派ですか猫派ですか、なんというぬるい質問からこういうものも入ってますので、はい、ご安心ください、はい、ではこれはまあ、じゃあ岡田さんから伺いましょうか、僕は、はい、犬派ですね、犬派、うん、じゃあ飼っておられたり、飼ってらっしゃる、あ、昔あの亡くなったんでね、あ、はいはい、あの猫は飼ったことないですね、あ、はい、もうずっと犬ですね、犬、小さい時、はいはいはいそれこそ岡田少年の頃から犬飼ってたり、ああ、はい、お家で、はい、あ、そうですか、まあ犬の方がね何かと、ね、従順だとも言いますが、ね、じゃあ掛布さんはいかがですか、私も犬ですね、犬派、ああ、まあ、1年ぐらい前まで2匹飼ってましたから、ああ、そうだったんですか、トイプードルとミニチュアダックスですね、はい、あら、はい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 、家の中で、ね、家の中で、はい、ただ死んでしまいますと、あ、ね、やっぱ家族みたいな感覚になりますよね、そう、次飼えないんですよ、飼えなくなる、そうなの、もう2008年亡くなったんです、9月に、はいはいはい、あれから負け出したんですよ、20年そこか、そうです、ワンちゃんの呼び込んだ不幸、あら、3試合連続サヨナラ勝ちして、うん、はあはあ、亡くなったんですよ、そう、あ、そうなの、そう、あのヤクルトにね、甲子園で、はいはい、それからね、すごいわ、勝てなくなったああ、ね、あるんですよね、家族ね、はい、はい、まみさんのところは、僕はね、はい、犬派ですよ、犬派、はい、皆さん、はい、うちもね、あの飼ってたんですよ、柴犬を、はい、で外で飼ってたんですけどね、はいはいはい、もう亡くなって、ただね、やっぱりああいう生き物を飼うと、うん、旅行に出れないんですよね、あ、まあ、最近はあの一緒に連れていくっていうのもできるんですけど、はい、なかなかそういうこともできないんで、ね、だからそれ以降は飼ってないです、はいはいはい、また個人的にはね、あの能登半島にとってもいいペットと一緒に泊まれるっていうペンションも一棟貸しのところがありますので、またご紹介させていただきます、はいPR の番組じゃございませんということでございまして、こんな風にですね、あの登録者数が100人増えるごとに、ドクロボックスから、東さんがいろいろ質問をね、あの珍質問を引いてくれますんでね、はい、バラエティーに富んだ質問になっております、奮闘返答ぶりをぜひ楽しみにご覧いただきたいと思いますさあ、ではまずは第一のトークテーマ参りましょう、はい、最初のトークテーマはこんなものを用意させていただきました、デレン、もし俺が今年の阪神の監督だったらということで、阪神タイガースのどこよりも早い、いや早すぎる開幕オーダーを、まあ、予想というよりも俺が監督ならばこうするだろう、今の戦力、あるいは新しくある、ね、情報にある戦力をベースにしてお答えをいただきたいということでございまして、これはまあ当ててくださいということではないので、はい、テレビご覧の皆さんもね、そこを踏まえて三者三様の色の違いをぜひご覧いただきたいと思うんですが、うん、まずは真由美さんからご覧いただきましょう、2021年阪神タイガースの開幕オーダー、真由美阪神はこんなオーダーです、いやね、僕が監督だったらね、はい、今の時点ではね決めませんはい、そうなんですよね、こんな時に決めませんもんね、そうですよね、はい、それを無茶言うこのスタッフたち、ね、書いていただいてありがとうございます、はい、と言いながら決めていただいて、はい、あえて書いていただきました、こちらでございます、はい、ちょっと読み上げていただいてよろしいですか、1番近本、はい、センターですね、はい、で2番がセカンド糸原、はい、3番がライトロハス、はい、で4番が、サード大山、うん、5番レフトサンズ、レフトサンズ、はい、で6番がサードヨーカー、はあ、あファーストヨーカーか、カッコしてあるんですけど、はいはい、佐藤1年目ドラフト1位、佐藤輝明選手、はい、はあ、はい、で7番がキャッチャー梅野、はい、で8番がショート木浪と小畑、うん、はい、ですね、まあ、開幕ピッチャーをあえて言うなら西勇輝投手だろうと、はい、こういうオーダーですね、ここに特にこだわりがあるというところ、新加入っていうところでまだ本当の実力が分からないっていう、はい、ロハスを、ね、3番に入れたっていうことなんですけどね、うん、はい、
すごく期待してます。すごくスイッチヒッターだそうですね、はい、スイッチヒッターでね、まだ31歳かなんかなんですよ、ね、若いんですよね、はい、で体も若いです、ね、足もまだまだ速いし、はい、通りもできるような足持ってますしね、でだから守備の方も大丈夫だし、韓国で野球やってるんですけど、そのホームランがね、はい、多いんですよね、40本以上超えてるし、確かに打率もねいいんですよ、ね、だからこれはね本物じゃないかなと思います、はい、期待できますね、ねえ、はい、まあなんせロサリオ以来いろいろなことがある韓国野球からの来日組ではありますが、はい、まあ、まずはこれを真由美さんから伺いました。では続いて掛布さんの2021年オーダーはこれだ、お願いします。はい、はい、あ、そんな変わらないですよね、はいはいはい、1番近本、2番糸原、3番ロハス、ロハスがレフト、ええ、はあ、そうですね、はい、僕は6番の、まあ、糸井となってますけども、はい、まあ、昨年ちょっと糸井と電話で話したこともあるんですけども、やっぱり本人もかなり今年にかける強い気持ちもありますし、はい、ある意味その先生命をかけるぐらいの気持ちで今年やってくると思うんですよ、はい、うん、私の逆襲を見てくださいと、お、そういうメールも来ましたので、なるほど、宣言があった、やはりその、うん、ベテランであるその糸井という存在っていうのは、まあ、欠かせない部分があるのかなと。なるほど。それと新人の佐藤君ですね、はいはい、もう彼はもう開幕からできれば使いたい選手だと思いますので、うん、まあ、キャンプオープン戦でどういう形のバッティングを見せるのか、うん、まあ、それと彼のポジションですよね、うん、僕はライトって書いてありますけども、はい、本来であれば僕は大山とサードのポジション争いをさせて、はい、大山に敗れて、はあ、それでライトに行くという納得させる方がいいと思うの、佐藤選手の心のケアのためにも、気持ちをきちっと切り替えるために、ね、なるほど、で矢野監督は、うん、外野から内野へのコンバートというものを考えているようなことをちょっとコメントで聞いたことありますけど、真由美さんも内野外野経験したことあるから分かると思いますが、はい、うん、外野から内野のコンバートは真由美さん難しいでしょ、難しいでしょ、はい、だから僕最初に慣れてる大学時代やったサードからスタートさせてあげて、うんうん、納得させてライトのポジションが外野ですね、まあまあ、ね、ファーストでも構いませんけど、はいはい、そういう形で動かしてあげた方が、うん、佐藤君の野球人生としてプラスになるんじゃないかなという気がするんですよ。だから僕のポイントは6番バッターですね、はい、それと3番のロハスですけど、はい、僕はまた真由美さんと違う見方をしてまして、うん、メジャーリーグっていうのはね、はい、僕も何回かコーチで行ったことありますけども、スイッチヒッターっていうのはとてつもなく大切にするんです、はあ、はいはい、だからメジャーから日本なり韓国に出ていったスイッチヒッターっていうのが、どういう形のバッティングをするのかっていうのは、なるほど、キャンプで見るのがすごく楽しみ、楽しみ、数字的には、うん、真由美さんとにはすごく僕は期待もしてます、はあ、高いレベルですね。ただメジャーの評価っていうのが気になるんですよ、うん、良ければ僕メジャーに残ってると思うんだ。確かに、あ、この辺りがクエスチョンマークのついた3番ロハスです、うん、なるほどね。いや、この辺り流動的にね、 はまれば一番いいですよ。これもまさに監督ならではの目線という、ね、流れですけどもね。そのロハス選手について少し質問が届いているんですが、はい、すはいはい、ロハスはバースの再来ですかという質問なんです。はい、バースが怒るんじゃない。でもね、その韓国の野球 の、 バッティング見たんですけど、ね、はい、やっぱりすごい。あ、そう、うん、ね、うん、ホームランもね47本かなんか打ってるんですけど、右も左も、ね、あんまり変わらないよ、バランスがいいです。で、やっぱり速い球を打てるのかな、遅い球がいいのかなっていうふうに見てると、結構速い球もね、あ、なるほど、打ってるし、遅い球も泳いながら打ってる。利きは右なのかな、左なのかな、それが分かんないぐらい、うん、分かんないぐらいバランスがいい、あ、打撃に関しては、打撃に関して本当楽しみですね、本当楽しみ、これは、さあね、まあ、そうなってくるとサンズの扱いはどうなのかも気になるところ、ちょっと岡田さんの先伺いましょうか、はい、岡田さんの俺が監督ならこういうオーダーを、はい、あんま変わらないでしょ、あ、本当ですね、はい、あ、
ライト高山、私この名前が欲しかった。はい、いい、うん、いい、いい、うん、忘れてたなちょっと。はい、いや高山の1年目ね。そうなんですよ。そう、監督もそう、新監督でしたから、はい、高山すまん。いやね、はい、やっぱ一番屈辱に思ってるのは高山かもわからないですね。実は今あの、まあ、伊藤井もね、ね、伊藤井もいるけど、はい、高山1年目ね、やっぱり新人を取って、うん、それからね、まあ、まあちょっと中途半端な使われ方というかね、うん、それもあったんですけど、はい、だからキャンプから本当にこうね、ポジション、まあ今年はやってくれるっていうね、はい、そういう期待も含めてですけどね、はい、なるほど。と掛布さん岡田さんが揃ってね、開幕ピッチャーのランのところに藤浪と入れているというの、はい、これがくしくも足並み揃いましたけど、岡田さんから伺いましょう。はい、僕は5年前からずっと藤浪言ってますね、開幕投手は。やっぱりそれぐらいしっかりしたものを背負わせてやらす方がいいと、はい、だからまあ去年ね、その中継ぎから最後先発したじゃないですか、はい、まあ、これは来年用のね、まあ、テストっていうか、ね、ありましたね、まあ、一応合格ですよね、うん、もう本当にね、だからまあ今年はね、先発からスタートすると思いますけど、うん、まあ、それだったらね、もういきなり開幕生かした方がいいと思いますよ、はいはいはい、責任感とかいろんな意味含めてね、うん、はい、いうことですが、あの勝ち負け関係ないですよ、あ、開幕戦生かすっていう、だって1回も行ってないですもんね。あ、そうか、入団以来そうですよね。入団以来3年連続2桁勝ってて、はい、1回もやらせてもらってないんでね、はいはいはい、そこはやっぱりね、これ本当に一番やりたいのは藤浪じゃないですか、うん、実は、はいはい、ずっとこの何年間ね、はい、真弓さんはメッセンジャーとは重なってるんでしたっけ、監督で。重なってます、重なってますね、はいはい、メッセンジャーとにかく開幕行きたいってえらい言ってましたよね。言ってましたけど、はい、あの開幕行かしてないですよ。あ、真弓さんの時はそうだった。僕の時1年目は、はい、あのリーフで入ってきましたからね。あ、そうかそうか、はい、はいはいはい、まあ、そういう、ね、外国人枠、まあ、あの確かにこうやって挙げていくと、ファーストの守備はマルテの名前も、ね、お二方とも挙げていて、真弓さんの挙げたサンズ、これはまあ守備位置は別にして、はい、外国人起用も、あと、まあ、新型コロナで日本やってきて練習がいつものキャンプ通り、ね、うん、まともにやれるかどうかが分からない中でのどう保険をかけるかっていうのも、これは今のリアルタイムとして監督はおそらく矢野監督も考えてんじゃないかと思うんですけどもね、そこら辺も含めてちょっと掛布さん、マルテ論っていうのをちょっといただきたいんですが、去年のキャンプの時にですね、すっごく黙々と静かなマルテをちょっとキャンプで見たんですよ。早出徳内特殊ね、はい、これ今年のマルテはやるなと、うん、はい、途中で怪我をして、怪我しちゃった、はい、まあ、結果的にはその棒に振ったシーズンになりましたけども、うん、まあ、彼のやっぱ対応力っていうものを考えると、やっぱサンズよりも安定感はマルテの方があるんじゃないかなと。後半のサンズのあの脆さっていうのは、ちょっと他球団全てデータ、ね、後半ね、取られてると思うんでね。9月のね、途中ぐらいまで絶好調だったんですよ、はい、ところがそこでね、攻略方法を見つけられたのか。そう考えるとマルテの方はね、対応力はあるんじゃないかなということで、はいはい、まあ、この辺りの外国人の使い方っていうのは、うん、あの優勝を大きく左右するんじゃないですかね、はい、今年も、まあ、投打含めて、ね、8人の外国人枠という非常に、まあ、それこそ真弓監督時代、岡田監督時代、なかなか、ね、そこまでの外国人枠の増やしはなかったと思うんですが、これ決まったんですか、もう何人使えるかはまだでしょ。まだ、まだですよね、ゲームの中で何人というのは決まってないみたいですけどね、はい、そもそも開幕自体が一応3月26日と言われてますけれども、はい、これすらもうコロナの影響をもろに受けると、ひょっとしたら後ろに下げるんじゃないかというね、去年同様の不安がもうすでに起こっているという時期でもありますので、まあ、だから日本人の新しい選手の上積みとに外国人の新しい上積みをどうミックスさせるかというのは、これ真弓さん、監督ならやっぱりシーズン前にして一番頭を悩ませるところだと思いますがね。ただね、あの今年に限ってはね、はい、4番をね、3人とも同じ名前にしてるんですよ。大山でずらっと並んだ、これは一番大きいですよ、はい、1番、2番、4番というところは皆さん、はい、やっぱり、ね、4番っていうのはなかなか、ね、はい、これまで決まらなかった、はい、やっぱり、ね、打線の軸の4番が決まらないとね、うん、あの打線っていうのは決まらないんですよ。あとか4番が決まったっていうんでね、うん、もう本当にあのちょっとあの外国人がどういう活躍するかわからないっていうところなんですけど、うん、やっぱちょっとこれでね、安心するところありますよ ね、 ね、うん、4番論はこれ掛布さんに伺いましょう、ね、大山選手が2020年1年かけて得たもの、はい、いろいろ傷つきながらの部分もあったと思うんですが、でもやっぱり一回り大きくなりました。去年の1年間の大山の野球っていうのは悔しさの中から、はい、
生まれた1年の野球ですから、うん、まあ、あれだけの数字を残した、はい、当然自信になったとは思います、ね、ただまだ1人で4番を張れるだけの技術っていうのは僕はないと思ってるんですね、うん、あ、そういう意味で、はい、今年本当に阪神の4番になるためには5番の手助けというものがね、なるほど、僕すごく大切になってくるのかなと、はいはいはい、だから打線の中で大山を4番に育てる5番バッターっていうものを、うんうん、矢野監督がどういう形ではめていくかということもポイントになると思います、うん、ねえ、ですからこの外国人のその3選手ですよね、うんうん、これはすごくそのポイント、大山を育てるために挟むわけですから、はいはいはい、外国人で、はいはいはい、だこの外国人の活躍次第によっては、うん、4番の大山が崩れる可能性もありますよ ね自分がやらなければいけないという、僕優勝した時に、うん、岡がすごく状態が良かったんですよ、はい、5番の、はいはい、だから彼にいい形でチャンスを広げたい、うん、そういう気持ちになるとボールを待てるんですよ、あ、はいはい、でフォアボールも増える、はい、で狙い球も絞れるやっぱり5番が4番を助けてくれるんですね、なるほどね、でバースも僕は助けられますよ、ね、はいはいはい、そういうクリーンナップになって初めて優勝が見えてくると思いますので、85年のあの奇跡のね、はい、オーダーというのはそうやって助け合いのオーダーでもあったんだ、ですから僕は大山を挟む外国人2枚ですね、はい、これはすごく打線をね大きく左右すると、大山自身も左右されると思います、はい、岡田さんもね4番打ってこられましたですけれども、ね、いやこれ、はい、ロハスがねちょっと未知数なんで、はいはい、僕も3番したんですけどね、ロハスが本当に打てるんだったら5番の方がいい、はい、5番いいね、で大山もまさに今の理論通り、まあ、スイッチだしね、はいはい、もうその右で関係ないんで、関係なしで、まあ、はい、まあ新外国に関してはねなかなかね、はい、今こうねどれも分からない部分があるんで、でも本当にこれねこいつはいけると思ったら、うん、あのロハスを大山の後ろにした方がいいですね、はあ、はい、ねえ、まあ、昨今は DeNA もね外国人補強はね連れてくる外国人が本当によく当たるんで、それに日本人の選手2020年なら佐野選手がね一気に開花していったりということがあって、あれはやっぱり阪神も狙いたいなというところがあるわけなんですが、そうなってくると新人佐藤選手はどのあたりで活躍のチャンスが与えられるのか、それとも奪い取らなきゃいけないのか、この辺も含めて真弓さんいかがでしょうかね。僕はねとにかくあの守備をはい、どこを守るのかっていうのを先に決めてあげたいなと思って、あ、キャンプもねやっぱり守備をねもうある程度鍛えて、うん、でどこでお前は出るんだっていうところをはっきりさせてあげる方がね、はい、練習もできるし、はいはい、試合にも出やすくなるんじゃないかなっていうところでね、僕はねファーストでいいんじゃないかなと思って、なるほど、はい、サードだったらあの影が言ったみたいに、うん、あの大山に負けてっていう話になるわけですよ、はい、もう大山をやっぱのけてサードに出るっていうことはまずないと思う、ない、はあはあ、でそのライトっていうのもね、はい、やっぱりその外国人がいて、うん、なかなか最初から出るっていうこともないと、なるほど、今のところよっと見るとファーストってね、はい、一回その守備位置が決まってしまうと、はい、まあ、ああいう若い人がね、ええ、ファーストに入って動きのいいファーストになると、はい、守備力ってものすごく上がるんですよ、あ、はいはいはい、でもそれからもう守備がうまいファーストっていうことになると、うん、何年も守ってくれるっていうことになると、続けてもらえるというね、はい、本当にその守備の面からすると、ね、すごくいいあのディフェンスができるんじゃないかなと、なるほどね、はい、まさにねこの大学からプロの世界というと、はい、岡田さんがね、学生時代早稲田のサードであってっていうところからプロの世界入ってくると、うん、掛布雅之選手というレギュラーがいてっていうところのね、いやいや、これだから、まあ、僕もそうやったんですけど、うん、一番悪い球団に当たってしまったですねね、これはもう本当ですよ、球団は一番喜んだんだけど、球団は一番喜んでますよ、まあ、関西近代だし、ね、本人にとっては もうそうだったよ、これ出られるんかいなと、もう他の5球団はみんなサードだけで待ってる球団だったのに、はいはいはい、よりによって一つだけ空いてなかったんだ、本当そうだ、はい、だから佐藤、ね、そうそう、これ他の球団だったら、うん、もし巨人やってたらね、開幕ライトで多分6番ぐらいスタメン間違いなしに使いますね、あ、今の戦力から、なるほど、はい、そんな阪神が戦力ちょっと充実してるいうことですよね、どこに食い込むのは一番難しいのが、それは言われる、今の戦力の層からいくと、はいはい、これ阪神が一番難しかったかもわからないですね、なるほど、まあ、そこをね、はい、やっぱりねレギュラーのポジションをつかまないといけないんですけどね、はい、そう考えてくると、はい、本当阪神タイガースっていうのはね、それぞれのポジション複数人レギュラー候補がいるわけで、まあ、加計さんがおっしゃったその中でやっぱり競争の原理をねしっかりチームの運営に生かしつつ、
勝ち取るポジションっていうのも長年やるためには大事じゃないかと。それは大きいと思います。はい、佐藤のファーストっていうのもう一つねあるんですよ。っていうのは高山がね、はい、外野にいる。ああそうか、西あの、なんだっけ、あの若い、誰と去年西一昨年、西純也、純也えピッチャー、いやいやピッチャーじゃない外野手、これからね、これからもっともっと伸びていってもらって、はい、もうあのレギュラーになってほしいなっていう素材がねいるんですよ外野っていうのは。確かに井上という候補もありますわね。あるんですよ、はいはいはい、だからね俺は僕はもうとにかく佐藤はね、はい、内野で一回勝負してもらいたいなというところが勝負どころじゃないかと、はい、そうなんです、はい。まあ、掛布さんね本当に今シーズン2021年は、まあ、それぐらい阪神のでもセンターラインであったりね主軸になるのは1番だ4番だっていうキーになる打順のところえあの、ね、ほぼね戦力は、はい、優勝できる戦力は持ってると思います、うん、できてきてる、ええはい、ただどうやってレギュラーというものの顔が、うん見えてくるかですよ ね巨人は見えてる部分ってあるでしょ、はい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 、確実のレギュラーというものが、はいはい、で矢野監督3年目で勝負しなきゃいけないシーズンですよ ね、うん、ねそうなった時にちょっと調子落ちた選手を我慢して使えるだけのその気持ちの強さみたいなものが今年1年作れるかどうか、うんこれ監督の我慢というものも1年間の戦い方の中では今年すごく大切になってくるんじゃないですか、ね、これだけの戦力があるわけですから、はい、どうやって見極めていくかですよね。確かに、まあ、2020年のシーズンもすごく矢野監督の試行錯誤が開幕からのしばらくのゲームに岡田さんこれ例えばキャッチャーの使い方とか ね、あるいは 1,2、ね、番の打順の問題とか、はい、迷いある中で、まあ、オープン戦もまともにできなかったっていうのはありますからね、うん、上場酌量の部分もあると思うんですが迷いながらペナントレースに矢野監督も入っちゃったかのように見えましたけれども。そうですね、僕はまず近本の2番ですよね、はい、キャンプから ね、やっぱり近本は1番ですよ。やっぱり盗塁を取るっていうか ね、はい、だからそれと、ね、開幕3連戦キャッチャー変えたみたいに、はい、梅野はダメなんですかね。あの中にいないからあんまりわからないですけどね、あ、どういうあれでそうなったのかっていうのをね、やってること見たらダメなはずはないと思いますしね、ボール止める力なんかめちゃくちゃ上がったって言われるじゃないですか、まあ3年連続ですか、ゴールデングラム賞はね、はいはい、何がダメなんでしょうね。まあね、他のちょっと不思議ですよね、ライバル選手ですね、坂本選手以下もね、うん、頑張ってるのは事実ですが、はいはい、皆さんからもコメント届いております、はい、去年はほんまに成長したよ大山、うん、今年がほんまの評価の年やな、2005年の金本今岡の並びも良かったなというコメントが届いております。これは岡田さんに伺いましょうか。2005年、はい、ねえ、やっぱりねちょっと人が持ってないその打ち方というかね今岡はね、はいはい、だからであまり何を考えているかわからないね、そのなんか無の力っていうかね、もうでまあそれまで 1番2番ですかね。そうでしたね、2003年はね、なかなかね、セカンド行っても帰ってこないんですよ。まあ下手打つとね、それもあるし、なるいろんなの含めて、はい、あのこれはもうね、もう打つことに専念するっていうかね。そうでしたね。だから2005年は ね、最多打点の記録作るぐらいのね。そうそうそう。まあそれだけ前がねよく塁出たのもありますけど、やっぱり勝負強さはあったですね、やっぱりね。うん、ねえ。もう一つある、はいはい、中谷高山の逆襲があったら阪神は強くなるというコメントです。確かにあの辺の、ね、選手を応援していらっしゃる方も加計さん本当に多くって、中谷選手なんかね20発のシーズンもあって、これはね、あの彼ら2人の潜在している能力っていうのは、はい、うん、とてつもないものがあります。高いレベルの、はい、中谷はちょっと気持ちが優しすぎるんですね。去年もファームから ねキャンプスタートして悔しさをどうペナントレースにぶつけるかなと思ったんですが、なかなか呼ばれることはなかった、だから、はい、去年も2軍のキャンプに行った時、中谷にいましたのでね、はい、平田監督から加計さん声かけてあげてくれと、うん、で腐っちゃダメだぞと、はいはい、まだまだチャンスはあるから、はい、という中で彼がもっともっと気持ちを前に出して、うん、野球できるようになれば、うん、
彼のその守る打つ走るこの能力はね、はい、すごいものがありますよ、ねえ肩も強い脚力もね、大柄なのにあって、まあ、高山も天才的な部分がありますので、はい、うん、去年のキャンプオープン戦の状態を考えれば、うん、僕はその昨年の開幕の巨人戦に福留ではなくて、はい、開幕だけはね、はい、高山を使ってほしかった、ね、期待する人も多かったです、で福留には、はい、高山は結果が出なかった時に、うん、お前の力が必要になるからと、うん、あれだけ去年目の色を変えてキャンプの時初めて高山の目力を感じました、ねえ、まあ、今年目の色が違うねと、はい、うん、今年はいいよとそれなりの野球やってましたから、ねえ、だから去年忘れてるもんね、ちょっとそう僕らが書いてくれたからありがとう、いやね、はい、一緒の年ぐらいでしょ、28ぐらい、そうそう、ね、一緒ぐらい、ね、中谷とか高山ね、はい、なるほど、その辺の選手がね、はい、よしね、2月1日キャンプやいう時に、うん、やっぱり2軍スタートはね腐りますよ、うん、あ、なかなかね、やっぱりそのぐらい年になってくる、もう今年ね、はい、勝負かけようと思ってる選手をね、うん、もうこれはもうなんぼちょっと激励っていうかね、うん、でもやっぱりちょっとしんどいですよね、やっぱりね、はい、はい、さあ、ということでね、はい、お三方の ね、 ね、熱のこもったトークね続いておりますけれども、チャンネル登録の方もどんどん進んでるでしょうか、はい、ここでチャンネル登録の仕方、はい、再びご説明いたします、はい、お願いします。そうですね、こちらのトラバンタイガースのチャンネル、うん、検索していただきまして、うん、このページに行きますと、この下の部分ですね、すいません、一度登録解除します。このトラバン阪神タイガースと書かれた右に、すいません、見えました、はい、見えました、はい、チャンネル登録と赤い文字が書かれております、ここをタップすると、もうこれでチャンネル登録完了しますので、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。お願いいたします。クリックでお願いします、はい、ね、出るよ、他では聞けないというお話や映像満載でございますの です、はい、ぜひご登録よろしくお願いいたします。さあ、お三方にはいきなり熱いトークをね、まあ、しかも本当に親身になってのね、はい、2021年を思う阪神タイガース祭にあふれてるわけなんですが、いや、どんなお題になるのかワクワクしますね、ますますの無茶ぶりをここから続けていきたいと思います続きましては早すぎる開幕投手陣発表でございます。続いては投手、もう自分で言ってて本当に早すぎるなと思いますけれどもまだ1月だよと、そこを何とかしていただくのがこのね、名回り実回るというお三方でございまして、皆さんにはそれぞれ先発6人衆、中継ぎ3人衆、そしてクローザーということで、勝利の方程式へのメンバーを挙げていただきました、今度はじゃあ岡田さんから参りましょうかね、はい、はい、お願いします。お願いいたします、はい、こちらです。はい、西投手、藤浪投手、秋山投手、青柳投手、そしてアルカンタラ、まあ、あの去年とあんまり変わらないですけどね、はい、うん、この辺まではで高橋遥人投手というところが、だからあの、はい、あれ去年としては5人登録でゲーム4人でしょ、はいはい、で最初多分野手2人使うと、うん、で先発このアルカンタラですか、はい、ね、とかチェント、まあ、チェントこれはね、10日で変えたらいいんですけど、はい、そうすると去年もエドワーズをちょっと使えないというかね、という日がありました、ね、ありましたから、ね、はい、うん、まあ今投手に行きましたけど野手1人でもいいんですよね本当はね、あ、今最初開幕2人でもね、はい、その外国人のところに日本人のね、うん、選手が割って入る、はい、そしたらピッチャー陣ももっとうまく使えるんですよね、1人3人使いますからね、結局 ね、あ、どうなんですか、外国人を使う枠っていうのは岡田さんの場合には投手枠結構優先で考えてたものなのか、まあ、当時の外国人のレベルにもよると思うんですけれども、そう、やっぱり投手陣です ね、うん、ね、だから後ろは絶対やっぱり1人欲しいですよね、はい、まあ、勝ちパターンの中に ね、うん、ね、岡田さんの時代の阪神の外国人選手って言いますとなかなか思い出すのも大変なんですが、資料によりますと2004年キンケード、2006年スペンサー、 あるいはオクスプリングス、はい、2008年フォードで、アッチソンがねこの年にはやってきたりとか、ね、はい、アッチソン良かったですね、これはハマりましたけれどもね、アッチソンも先発から後ろになって良かったですね、だいぶそういうピッチャー多いですよ ね、 よう投げたね、セットアッパーでね、はい、いうところありましたけど、打つ方は、うん、まあ、まあ、シーツぐらいですかね、本当にクリーンアップ打てたのは ね、 ね、まあ、シーツは広島に実績あったので、はい、うん、外国人に関してはね、野手に関してはもうあんまり打つ方は期待してないです、
あ、もう割り切って、はい、クリーンアップを打てる外国人って頼んだことは一切ないですね。あ、そうだったんですか。はい、タイロン・ウッズでお金に負けたからね。裏舞台はそうだったんですよ。そうね、お金で負けましたからね。だからそれからはもう、あの時にね、日本人でもね、クリーンアップ打てるぐらいの選手がいたからです。またね、うん、まあ、それはありますよね。選手を始めとしてね、はい、どんどん入ってきましたけども、掛布さんでは投手そんな変わらないですね、はい、まあ、先発陣、まあ、また引き続き伺いますが、まずは挙げていただきましょう、はい、藤浪唯の一番に挙げていただいて、西、秋山、青柳、高橋遥人、あと外国人は、はい、これはまさにガンケルも含めてというところですかね。ローテーションでチェン投手とかアルカンタラ投手とか、はいはい、岩崎投手は2021年も外せない顔ぶれになりそうですかね。そうですね、うん、僕この中でポイントは、僕はもう岡と一緒で、はい、開幕藤浪で行ってもらいたいと。なるほど、はい、で僕西にはね、うん、貯金ができるローテーションで1回投げさせてもらいたいんですよね。エースとばかりやっぱ当たってきますからね。当たってきましたからね、はい、まあ、これはもう落合監督の時に開幕投手川崎君にしたことあるんですよ、ね、ありました。で僕翌年のキャンプにあれはずるいよって言ったんですよ、はい、うん、で川上憲伸を相手の弱いところに当てて最多勝を取ったの。川上憲伸が10個の貯金作ったの、はい、そのお前ずるいよって言ったんですよ、はいはい、だから今年だけは許してくれ勝ちたかったんだと。我々マスコミの前で落合さんが許してなんて言われることは一切ないですけど、今年はもう申し訳ない、許してくれと。で新しいシーズンはもう必ずエースが川上で行くからって言ってましたけど、 なるほど、はい、だから阪神が勝つためには、うん、僕は経験をさせるためにも岡と一緒で藤浪を開幕に持っていくのは何らおかしくないですよね。いうことです、ね、阪神を背負わなきゃいけないピッチャーですから、はい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 、で西に勝たせるというね、そこの二枚越しの思いがあって、そのバランスを考えていくと、ね、はい、西がちょっと貯金少ないんですよね。確かに、彼が8つ7つ貯金できればね、これ優勝します。だいぶ楽に、まあ、はい、対巨人戦もね、それは含めて菅野とばっかり当たってるとなかなか大変ですわね、はい、あの西もね、最初オリックスの時、はい、最初10勝した時僕監督してたんですけど、あ、そうですね、はい、エースは金子ばっかり当てたんですよ、はい、で金子の次いつも西やった西、はい、それで、ね、2桁勝ったんですよ。なるほど、あんまりあのエースと当たらなかった最初はね、やっぱりうまくね、そのずれたらもうやっぱり7つやつは貯金作れると思います。できますね、数字が勝負の世界ですから、ね、でもね、真由美さん、投手ってこの一つのズレで成績ガラッと変わるってことですね。もうとにかくね、あのピッチャーっていうのは勝ち星ですよ、はい、勝ち星が自信になるし、はい、調子のバロメーターになりますから ね、 ね、とにかく勝ちたいですよね。では真由美さんのね、はい、開幕の投手編成見せていただきましょう、こちら、はい、はい、あ、まあ、西勇輝投手、藤浪投手、青柳、岩貞を先発にという。僕はね、先発っていうのはね、はい、うん、それほどね、あの頭数揃ってるとは思わないんですよ。故障が多いでしょ、はい、まあそうですね、はい、まだ小野とかね、はい、その先発回るようなピッチャーっていうのはいるんですけど、うん、やっぱり故障気味でなかなかね、か揃わないっていう時期が来ますんでね、はい、外国人ももちろんあの候補いるんですけど、はい、やっぱ岩貞は、ね、外せないんじゃないかな。ただあの中で、ね、投げるピッチャーっていうのは、若い人で望月だったりとか馬場だったりとか出てきてるんですよ、ねえ、ね、はい、だから中の方は、ね、少しあの入れ替えながらいろいろできるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、あえて望月の名前を中継ぎに入れてるというのはやっぱりポテンシャルの高い投手だからということですか。そうですよね、期待してます、はい、ねえ、はい、いや私も望月推し派の一阪神ファンではありますけれども、はい、150キロ常時投げられるピッチャーって掛布さん、バッターからするとやっぱり嫌なもんだと思うんですけど ね、ちょうど僕二軍監督の時に育ってきた選手ですから、はいはい、非常に可能性はありますけども、うん、まだ単調ですよね。単調、はい、いいものはすごく持ってると思います、ね、え、ちょっと遊び心が、あそこ経験で出てくると、はいはい、いい場面で投げても抑えられるんじゃないですかね。確かに ね、全部イケイケでいきますからね、はい、さあとお話を聞いてる間に、はい、実は今ですね、はい、10万600人から放送が始まりまして、はい、ただいま登録者数10万800人になりました。また100人増えた、ありがとうございます、はい、100人増えましたので、はい、こちら、はい、こちらボックス行きたいと思います、はい、行ってください、はい、次は何かな、何でしょうね、現役時代吉田監督に怒られたエピソードを教えてください。
吉田監督に怒られたエピソード。吉田芳雄さんこの三方を怒るほど吉田さんもねえ、あのまあでもそうか、劇場型かどうなんですか。いや、吉田芳雄監督と阪急時代のね上田俊治監督はね、4、5点つけられていて9回ツーアウトでまだいけるっておっしゃってたというね伝説をよく聞きますけれども、はい、まみさんから聞きましょう。はい、多分ね何回か怒られてると思うんですけど、はい、記憶にないです。全体として怒られてるんですかね。いや、個人的にもね多分怒られてると思うんですけど、はいはあはあ、それをねいちいち覚えてるような性格じゃないんですよね。もう数えてられない。一応シュッとするわけですか、あの監督の前では。シュッともしないですよね。はあ、あ、すいませんっていうぐらいで終わってるっていう。お前みんな打ってくれんと困んねんからという感じでね熱くご指導なされると思うんですけども、はい、まあ何回か怒られたことあると思いますけどね、はいはい、はあ、まあやっぱり野球のことオンリーですよね。そうですよね、はい、はい、ね、ゴルフの時にお前飛ばしすぎやとかそういうことはなかったですかね。それとあの私生活ね門限を破ったりとかなんとかもしてませんけど、はいはい、したとしてもね、したとしてもそういうことありましたが怒るような監督じゃなかった。それはあかんよ。見つからんかったら OK ですか。見つからんかったら OK。 素晴らしい、ねえ、ここに中西清樹さんも呼んできたいもんでございますけどね。はい、はい、加計さんはいかがでしょう。いや、私もね怒られた記憶ってのはほとんどないですね、うん、はい、あの吉田監督が一番最初の監督の時2年、はい、僕は2年目だったんですけど、はい、その吉田監督の時僕レギュラーになりましたので昭和50年代のね、まあ、その時は怒られたというよりも、うんうん、もう守備守る野球を徹底的にしごかれました。打つじゃなく守り、守り、これで僕の下半身ができましたので、はいはい、だからもう吉田監督には非常にこう感謝しております。いや、でもウルトラ強肩だけどコントロールが最初から掛布正之選手はサードでまとまっていたわけじゃない、はい、それを縦横無尽に取ってくれたのが、ファーストのブリーデン選手だったと。ブリーデンもうまかったですね。聞きましたけどね、はい、吉田監督のその野球ってのは打つ時攻撃するんではなくて、はい、守る時に攻撃するのが野球のリズムを作るんだっていうことを再三言われて育てられましたので、打つことよりもサードを守ってバッターを攻撃しに行くようなそういう守りを。なるほど、このチームこの7人の野手がね、はいはいはい、キャッチャー含めてです、はい、まあ、守ってる7人の野手が、はい、うん、バッターをその7人の野手が攻め込めるような守りをしなさいということを再三言われましたので。なるほど、ね、あと吉田さんはすごくおしゃれで、おしゃれ、意外にいい靴履いてんですよ。はよく靴をプレゼントしていただきました。サイズもじゃあ知ってらして、知ってですね、はいはいはい、まあ、それと後日ですけどね、はい、あの吉田監督が3回目の監督になられた時に、はい、門限なしだって言ったんだけども、はい、今の選手はみんな帰ってくるなと、あ、お前らの時代はすごかったなと。真由美は帰ってこない、柿木は帰ってこない、お前たちは本当に帰ってこないんだね。はあ、なんかある種ノスタルジックな、ね、今となってはその行儀良すぎる、ね、そうそう、それがなんかね吉田監督からすると、はい、真面目なのはいいんだけどもちょっと面白くなかったんでしょうね。あ、まあ、そういうところもあるのかな。岡田さんいかがですか。いや、もうそうね、怒られたよりもあの2つがあるんですけどね、はい、1つはあのあれ中野シャチが死んで6連覇がなくした時に広島で選手、ね、会場だったんで、はい、昼に決起集会して、はい、でもうピッチャーボロボロの時ですよ。疲れてもいいし、はいはい、でもどうしようってみんなでね、はい、あの話した時に、山和さんと福間さんと中西で、はい、オールさんみたいに3イニングずつ、はい、あのもう行こうと、そういうないともう抑えられないと、はいはい、でみんなの意見をあのホテル広島でねキッカーですね、キッカーに持って行ったんですよ、はいはいはい、怒られましたね。あ、誰が考えたんだこの間。もう速攻で却下ですね。あら、そうですか。あの当時はゲイル投手、それから工藤さんとか、うん、まあ、もう誰が投げてもダメ、ね、あの8月の夏のローの時一番くたびれてる時でね、そ、はいはい、その試合も負けたんですよね。あ、次横浜行ってね、なんか後から見ると、はい、
3人で投げてるんですよね。ああ、そやってるやん。2試合ぐらい後に、ね、勝ったんですよ。はい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 、はい、あ、やっぱりちょっとね、言うこと聞いてくれなかなと思って怒られても別に。これがいわゆる勝利の方程式バージョンの吉田芳生さんの、あの3人が、3人がね、はい、それでオールスター3人みたいに3人ずつ行ってくださいっていうのがみんなの意見になって、結局話し合って、はいはいはい、それを持って行ったのは覚えてますね。そこで怒られた。いや、あの時は福間さんはじめね、真由美さん、本当にね、リリーバーは複数イニング投げるっていうのが、なんかイニングまたぎっていう言葉が、もうそんなんは承知ですよね。今や特別なことのように言われますけどね、うん、ただ先発ピッチャーがいなかったんですよ、本当に、うん、本当に打って勝ったんですよ、うん、5回5点差だったら阪神ファンは平気だったんですかね、これからや、これからって、そうそうそう、ね、本当に実際逆転したんですよ。いや、いいですね、名古屋球場みたいに狭い球場だったらもうね、気がついたら、あ、もう3本打ったみたいな感じで、あっという間ひっくり返ってましたからね。いや、ね、もう一つあるのはね、はい、あの後楽園でね、はい、あのゲール・エガーの投げ合いで 0-0 やったんですよ。0-0 7回で、はい、4番からやったの、加計さんからやったんですよ、はいはいはい、でベンチ出るときに、はい、出たらバントする言われたんですよ、はあ、バント行くぞ言われた。よさに、あら、これ初めて、あの1回だけですよ、バント、はあ、そう、はい、と思って、はい、出たんですよ、フォアボールかヒットか、はい、1出て、はいはい、出た、本当にバントのサイン出たんですよ、はいはい、と思って、はい、もうわざと失敗したんですよ。そんなことあったか。多分ね、はい、ワンツーぐらいね、ワンサイクツーボールぐらいだったらこれエンドランに変わるなと、はい、本当そのなったんですよ。なるほど、今エンドランに変わったんですよ、はい、でツーランホームランだったんですよ、はい、あら、おお、はいはい、もう決勝点になっちゃって、そうそう、2対0で勝ったんですよ、はいはい、あら、あ、無視やったよね、ベンチということは後で、いや、だからそれあって、でもう2年を脱いでからね、はい、そんなにするんですよ、はい、な、今でも、いや、俺は絶対バントのサイン出してない言うんですよ。ああ、おっしゃるんですか。はいはい、珍しいです。出してないですよ。3ボールからでも打てですからね。はあ、僕は待って出たことないですから。あら、はあ、自分で判断して判断はあるけど、しますけど、はい、それバントのサイン出てないと思うよ。出てないんじゃないか。いやいや、バントもう間違いないんだよ。俺もバントのサイン出てないんだもん。でしょ。俺あれ1回出てたんですよ。もう、へえ、ベンチ、あの階段、後楽園の昔のね、後楽球場の あの時に言われたんですよ、はいはい、出たバントするからって、へえと、あ、そう、はいはいはい、ねえ、ということでございまして、裏話がどんどん出てきてまして、はいはい、ここでですね、プレゼントのお知らせをしたいと思います。お三方喋っててください、大丈夫です。すいません、あのご紹介しますね、はい、はい、実はこちらレジェンドお三方のサイン入りグッズが当たるプレゼントです、はい、うん、プレゼント応募方法はですね、こちらの住所にハガキで、ご自身の氏名、電話番号、そしてご住所を記入して、こちらまでご応募ください、寄進1月12日まで行います、はい、今時びっくりするほどの手書きですね。はい、はい、あの私が自作で書かせていただきました。そうなんです。あ、すごい可愛く、いや、みんなの特徴がうまく捉えられてるのでね、いいですね、はい、岡田さんどうでしょう、はい、はい、ね、岡田さんの似顔、はい、東さんが描きました。オッケーです、オッケーです。もうね、はい、あの岡田さんにはね、はい、あの本当に東っていうマネージャーがいましたんでね。ちょっと東には詳しいことはね、はい、またあの番組の、はい、下の部分にも書かれております。ちなみにこちらがそのグッズです。これはい、先ほどサインを書いていただきましたよ。お三方のサインがバットに一度返しているという、はい、超レアものでございます。超レアです。はい、3名当たりますので、はい、皆さんぜひご応募お願いします。私は絶対触りませんので、はい、指紋がついてても東さんの指紋だけでございます。申し訳ありません、はいはい、ということでございまして、さあ、はい、ということでね、皆さんのそれぞれの阪神愛とそれから阪神分析、なるほどなというのは昔話も含めて伺っておりますけれども、さあ、阪神はまあ唯一自分たちだけで野球やるわけじゃなく、ね、うん、ライバルチームあっての阪神の戦力の上がり下がりというところを、ね、当然分析しなければいけないんですが、ライバルチームについてまだ情報も他チームも、ね、完全に正式メンバーの発表があるわけでもないし、どんなキャンプを過ごすのかもわからないという中ではないんですけれども、はい、あえて現段階でどのチームが阪神のライバルチームとして今年もマークをしていかなきゃいけないのかというところを順次伺ってまいりましょう、はいはい、
さあ、真由美さんから伺いましょう。もう間違いないでしょう。もう、はい、去年阪神よりも上にいたチーム。上にいたチームですよ。はい。その阪神と巨人の間のゲーム差が最終的には 7.5 ゲーム差というところでね、はい、うん、それがちょうど阪神と巨人の間で負け越していったですよね。阪神と巨人の間につけられたゲーム差がそのままゲーム差になってるんですけど、他のチームには、ね、はい、負け越してないし、うん、貯金もできてるんですよ ね、 ねえ、だからあのタイガースの、ね、戦力 分析すると、はい、まだあの得点能力っていうのはそれほど高くなかったんですよね、うん、去年もね、はい、まあ、大山がちょっとホームラン打って少し上がってますけど、はい、ね、ただ、ね、これが、ね、得点能力上がってくると、うん、やっぱり、ね、予想のチームってかなり、ね、先発ピッチャーに余裕がないんですよ、はい、弱いんですよね、うん、でジャイアンツもそこが一番弱いんだと思うんですよね。あえてウィークというなら、まあ、どうやら菅野投手は残りそうだという話なんですけど、だけども、はい、本当にもう一枚みたいな感じのところありますよね、はい、だからちょっと得点能力が上がってくると、はい、あのゲーム差っていうのはすぐに逆転できるぐらいのところに来るんじゃないかなと思うんですよね。 7.5 ゲーム差は実は紙一重なんだと、一重だと思いますよ、はいはいはい、というお話を伺った後で加計さんいかがでしょうか。まあ、巨人しかないですよ ね、 ね、だからある程度今真由美さんが言ったように得点能力が上がってくると、うん、守る形が変わってきますよね、はい、1点上げてもいいと、うん、2点目3点目を抑えられるような余裕のある守備ができるでしょう、はいはい、得点能力がないチームっていうのはもう1回2回のゲーム始まった段階でもう8回9回のもう本当最終回ぐらいのね気持ちで1点を防ぎに行くような守りしなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、そういう守りをしてると1年間持たないですよね、うん、やっぱり、はい、だからどれだけ得点能力できるかというこの打線であれば昨年のようなことはないと思いますので、うんうん、まず守る野球が楽になってくる、はい、ほど先発ピッチャーも楽になってきますので、うんうん、そういう方でいい形になってくると思いますから、はい、ある程度打線が5点ぐらい取れる打線というものが春先に見えてくれば、ね、はい、巨人と対等それ以上に戦える阪神の野球って見えてくるんじゃないですかね。投手陣もこのチームなら援護あるぞということで ねピッチングがこうキュウキュウとしないで済むとかね、だから開幕して一回り5球団と当たった時に、うん、はい、4点から5点ぐらい取れる打線であれば、はい、非常にこう優勝の可能性って高くなってくるんですね。なるほどね。まあ、あの特定のチーム、まあ、巨人の場合ですと菅野投手、ね、中日ですと、まあ、大野投手、これはどのチームも手こずるピッチャーなんですが、こういうところをどううまくしのぎながら、岡田さん、結局そのカード、うん、3連戦を2勝1敗でどういくかっていうのをね、よく考えるもんだというふうにおっしゃっていただいてましたが、いや2勝1敗が、まあ、3連敗では絶対しないといけないっていうね、はいはい、うん、まあ、岡田さんの思われるライバルももちろん、まあ、もうそれは一緒でも巨人ですよ、はい、まあ、菅野が残ったことで余計ね、これちょっとね、今年は楽にいけるんじゃないかなとはちょっと思ったんですけど、うん、巨人もちょっとしんどいかなと思ったけど菅野残ったこと で、 確かに、でもう一つはあれですね、やっぱり新外国人ですね、はい、2人あの外野手でしょ、ね、2人とも新外国人がね、はいはい、まあ、投手も一応、ね、候補は上がってるらしいんですけども、はい、だから当たりね、これレフトとライトは新しい外国人になるんじゃないかな、入れるか、去年も最後ほとんど外国人抜きで巨人やってるわけでしょ、はいはいはい、だからこれ、はい、そこですね、はい、僕は一番心配なのはロハスと、うん、ロハスは巨人と取り合いしたじゃないですか、ありました、あの、はい、阪神と巨人でね、佐藤も一応競合しましたけどね、だから、はい、それで巨人降りたじゃないですかロハスを、はいはい、で阪神取れた、うん、だ僕は監督の時は、うん、巨人と競った選手、うん、ね、で巨人が降りたらもう取るのやめろ言ったんですよ、なんかあるだろう、いやそういう、もうこれはオーナーからの指令やったですよ、はいはいはい、なんか今日なん裏で巨人は何かどっか捕まえてるとだから何か危ない調査が行き届いとるんじゃないかと、これ一番最初に失敗したのがね、はい、藤田太陽ですね、あ、重なった、だからね、はい、だから巨人と外国人とか新人とか、まあ、取り合って、はい、巨人がもし降りた場合は、うん、あんまりええ選手じゃないっていうことあの当時はね、うん、逆指名がありましたですからね、だから、ロハスと巨人の2人の新外国人ね、あ、そうか、 どのぐらいどっちが打つかないの、これものすごい興味深いですね、はい、さあ、はい、お話が、ね、ここで続いているところでコメントも届いております、はい、お願いします。お三方が現役なら、うん、巨人菅野や中日大野どう打ち崩しますかという質問です。これも伺いたいですね、
はい、じゃあ岡田さんから逆に。え、現役だったらですか。もし現役だったら、はい、まあ、後ろにバッター置いてもらって、はい、フォアボールなりなんかね、塁に出て、はいはい、ね、でもなんですかね、ウイニングショットでストレートかな、あれフォークですかね、大野っていうのは。どうなんですか、まっすぐやっぱね、まっすぐですかね、まっすぐっていうところなんですけど、はい、僕は思うには、ああいうピッチャーから大量点で取れないんだから、ね、初めからね、もうちょっとね、はい、あの球数を投げさすっていうことも考えないと、はいはい、だから、はい、その二流のピッチャーだったら1球目からどんどん行っていいですよって言うけど、はい、いや1球目から行ってね、うん、楽させる必要全然ないんやと思うあの8人によって打てるバッター3人ですね。そうそう、で他は球数投げさせたり、そうそう、うん、デッドボール当たったり、フォアボールを選んだりね、はいはい、ちょっと嫌がらせしながら、嫌がらせして、その、ね、打てる3人に託すと。2回目3回目会う時はもう、はい、ここ本当になんか球数要件投げさせられてとかっていう思いが、向こうね、嫌がったら勝ちですよね。その思いに持ち込まなきゃいけない、持ち込まないとダメ。あ、なるほどね。なんか1球目からカンカン打ってきてくれて楽やなとか思って投げてんちゃうかなと思うぐらいだからね。感動するんですからね。もっと球数投げさせないとダメですね。かつてあの広島にルイスっていうピッチャーがいた時にね、うん、彼もなかなか打ち崩せないんで、はい、これ岡田さん時代か、僕の時ですね、前見さんの時ですか。頼むから一回要件投げさせてくれいや、なかなか勝てなかったで、ルイスね、勝ち頭でね、リーグトップぐらいだったんですが、阪神がとにかく5回まで0点なんですが、投げさせるんですよね。そうそうそう、そこで攻略していく、初めて勝ったし、はいはい、数だと。他にもこんなコメントが届いております、はい、とにかく東京ドームで勝ってもらいたい、はい、巨人に勝てれば優勝間違いない、うん、何もかも原因は開幕巨人3連敗だよな、などのコメントが届いております。竹内さん、もう去年の開幕3連敗も本当辛かったですよね。全てです ね、 ね、はい、あの岩崎の打たれたあのツーランですよね、はいはい、あの一本です ね、 ね、あれで菅野君が勝って、うん、はい、でグッと乗っていってしまいましたからね。向こうはいい流れに全部ね、引き寄せていったし、開幕ってのは、まあ、我々の時代は130試合でしたけど、はい、130分の1って感じじゃないですよね。やっぱり特別なものが、特別なものですね、うん、はい、優勝した時はサヨナラ負けしたんだよね、はい、広島に。そうそうそう、あ、もう真由美さんとバスの後ろに乗って、はい、今年もダメかいやいや、俺は必死になって、あのライトにファウルを打った。そう、ライトに。いやいや、必死じゃない。倒れ込んで。わざとらしくですね。いや必死さを見せたですよ。そう、隠し玉。隠し玉、とにかく。そりゃね、あのパ・リーグで盗塁を取ろうかっていうぐらいね、もう俊足強打の選手だったんですよ。阪神入ってからどうも栄養事情が良くなったんですね。はい、そんなお話の中で、はい、10万900人、100人また増えましたので、ま、たありがとうございます。ちょっとお風呂も、はい、こちらです。皆さんありがとうございます。もういいですよ。はい、ドクロボックスから今度は何だ。これ聞きたい、はい、モテエピソード一つ。モテエピソード、いやー、これはもう ね、 ね、いずれを取らぬね、遊者、はい、伝説があるんではないかと。もう放送コード気にせずおしゃべりいただいて結構だ。しゃべれるわけがないじゃないの、ちょっと、そう言わないところがこの番組のいいところでございまして、 YouTube ですから、はい、YouTube ですから、まあ、永久保存版ですけど YouTube ですから、はい、まゆみさんから伺いましょうか、はい、いや、モテることなかったですね何をおっしゃるの、ね、私が飲んだ時に聞いた話をしてもいいんですか。あ、いや、ダメですね、それもダメよ、それもダメよ、ダメね。ね、まあ本当に奥様一筋でございますから、はい、そうそう、後で教えてください、はい、いや、えぐくて聞けないですよ、はい、でもいろいろ声は、ね、あちこちかけられることはあって、ね、はい、有名の照明みたいなところあるんでしょうけども、うん、ファンあしらいっていうと失礼ですけど、ファンの方とのちょうどいい距離っていうのはね、やっぱり今の現役選手も戸惑うことはちょっとあるかもしれませんけども、なんかコツみたいなのありました。ファンの人とは本当にもう、うん、あまり近寄らないっていうか、ね、接しないっていうのが、ね、はい、まあ、今は昔と違ってね、そのいろんな方々も本当により近づきやすい時代背景みたいなのもありましたからね、はい、うん、はい、携帯電話があったら我々の時代も変わってないんじゃない、はあ、ね、まゆみさん、どういう風に変わってたか知らないなおか、携帯があれば、そう、携帯電話がない、電話がない、してたんですか、ちょっと僕はよく分からないんですけどね聞いたところによると、聞いたところによるとって、はい、でも
連絡どうやってつけてたんだろう。あれメモかな、なんか部屋の下から入ってくる。携帯、知らないよ俺は。部屋の下からメモがスッと。もうだって、ね、連絡はないできないもん。これもあかんのかな。後半はね、携帯でもあったよ。いや、弁当箱みたいなでかいやつ、はい、あった？そうそう、あった、あ、ありました。ちょ、出始めぐらいですね。監督時代をどけといてくださいよ。はい、現役の時よ。現役の時、あのこんなお弁当箱の大きいみたいなやつ、はいはい、阪神大震災の時にもう持ってたから。あ、携帯。そうか、そうそう、はい、あの携帯の方が繋がったっていうね。ねえ、はいはい、ありましたですからね。だからもうギリギリあった、うん、ギリギリで、もう最後あったですね。使えない時はなかったからな。使えない時だから。使えない。いやいや、でもね、阪神の選手だっていうと、そりゃよそのチーム以上に掛布さんモテるのはモテるでしょ。いや、僕が一番びっくりしたのは3年目の21歳の時、3割打った時に、はい、最も関西人らしい関西人は誰だと、ああ、電通さんが調べた時に、はい、松下幸之助さんと、ああ、藤本義一さんと3番目に掛布正幸と。千葉生まれの、千葉生まれの私がですね、はいはい、ね、まあ、それとその年のやるお正月にですね、はい、年賀状が僕のために郵便局の車がですね、はい、3回来たっていう。僕1月の5日か6日ぐらいに寮に帰るんですけど、食堂の玄関にこんな大きな袋が3つ4つ、まさに山のように、ね、うわ、これ寮長に何なんですかって、いや、お前の年賀状だって言われて、それをなんか千葉の実家に段ボールに詰めてですね、何箱かに分けて送った記憶があります。その皆様が今形を変えてこの YouTube の登録者に変わっておりますからね、はい、その頃に バレンタインのチョコレートとかすごかったから、ね、ないです、まあね、これはなかった、はい、キャンプの時ね、その頃ね、はい、バレンタインのチョコレートなんてあんまり、はい、送ってきてなかったからね、うん、あ、そうか、流行ってなかったからね。いや、スター選手が、ね、出始めて、パ・リーグなんかでも、ね、トレーディングピッチャーだって、阿波野投手だ、西崎投手だっていうとトラックでっていう、ね、時代があったりもしましたけれども、はい、年賀状がトラックで来るんだから ね、はい、岡田さんに微妙に振ってなくて助かったと思ってらっしゃるかもしれませんけど、ちょっと考えてないから、ね、岡田さんのエピソードもぜひ。いやいや、僕はだから、はい、ね、あの大学だったんで、はあはあ、もうプロ入った時にね、まあ、早く結婚しろばっかり言われたですね。はい、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 だからそのモテ期っていうか結婚相手よう言われたですね。おお、もう真剣なお付き合いを、阪神の某マネージャーとかね、はい、の娘とかね、そのな、そういうのを結構紹介されましたね。みんなよく考えたら結婚する前の話だったらちょっとできるのよね。そういうことよ、もちろんです。はい、はい、何だと思ってました、真由美さん。いや、僕はないから。あくまでもそう本人おっしゃってる。はい、皆さんありがとうございます。はい、チャンネル登録、はい、皆さんよろしくお願いいたします。こちらの、トラバン阪神タイガース、うん、クリック。赤い文字ですね。チャンネル登録をクリックしていただきますと、はい、もうそれで登録完了になりますので、はい、ぜひお願いいたします。今後も面白い動画たくさん貼っていきますので、お願いします。さあ、ということでね、身のある話できてますでしょうかと。もう私はただ聞くのが楽しみなので、一番ですからね。そうだ。え、1時間経ったら吉田さんをお呼びするって言ってたのすっかり忘れてた。すいません、吉田さん、はい、ということでございまして、はい、もうお呼びさせていただいてよろしいですか。はい、では虎史上唯一の日本一監督でいらっしゃいましてね、お三方にとっても、崇拝する監督吉田義雄さんと生電話でお話つないでいきたいと思います。とその前に、皆様、実は昨年末ラジオで話題となったとあるコーナー、吉田さんを中心とするこんなコーナーがあるのをご存知でしょうか。それは私が説明する、はい、クイズ吉田義雄というクイズでございます。はい、はい、クイズは中村さん説明という括弧書きでございまして、中身が何も書いてなかったので、はい、名店になってましたけれども、何 なんでしょう、はい、クイズ吉田義雄というのは、吉田さんにですね、実はなかなかプライベートでも聞けないような質問、例えばあの奥様の好きなところはなどというようにね、はい、伺ったりするというところが、あ、これほんまの問題や。あ、しまった、本当にこの後聞いていくということで、ほんまの問題言っちゃった。ごめんなさい、吉田さんに好きなお酒はとかね、はい、それから最近新たに覚えたことはなどという、
野球とはちょっと離れてプライベートの話を伺って吉田さんにどうお答えいただくか電話口ですが、それを皆さんには先に予想していただいて、もう人となりについてはね何十年来のお付き合いですから、その予想と吉田さんの正解答がいかに合ってないかを見て笑うというそういうコーナーでございます。はい、よろしいございますでしょうか。はい、自信はどうでしょう。自信ありますよ。おお、はい、お見通し。掛川さんいかがですか。いや、裏を書きましょう。裏を書きましょう。岡田さんいかがですか。いや、僕は全然わからないですよ。ということでございまして、はい、さあ、では、お電話つながしていただきましょう。吉田さん。はい、吉田です。あ、よろしくどうぞお願いいたします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます、はい、よろしくお願いします。えらい盛り上がってますね。私ね、途中から聞いてるんですけどね、はいはいはい、私が入る余地なし。いやー、そこに入っていただいてもういきなり、いやいや、全員お参加しらけますよ、しらける。いやいや、背筋を今伸ばして吉田さんのお声聞いていただいておりますので、いやいや、はい、監督も明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、お互いに頑張りましょう、今年も、はい、はい、ということでございましてね、年賀のご挨拶も済んだところでございますので、早速吉田さん、はい、ABC ラジオでね、これご紹介させていただいて大好評のコーナーということでございますので、お心の準備はよろしいございますでしょうか。いやいや、はい、ドキドキしてますね。え、はい、かつて吉田さんにどんな問題出したかについても覚えてらっしゃいます？いやいや、例えば吉田さんが朝一番に起きてなさることは何でしょうというのも、これ出した問題ですが、雨戸を開けること、はい、これ合ってるでしょ。答えおっしゃいました。これ仕事、雨戸開けること。これ問題だったんですか。これかつての問題で、こういう問題が出た。過去問題、こういう感じの、はい、吉田さんが、ね、子供の頃将来なりたい仕事というかね、なりたいものは何ですかというのには、サラリーマン言ったんちゃうかな。違いますよ。吉田さん人が変わってらっしゃいますよ。はい、海軍の大将だっていうふうにね、はい、そんな時代でしたな。ねえ、そんな時代ですよ。戦中派でございますからね、吉田さんね、はい、吉田って言ってもね、はあ、今聞いていらっしゃる方は全然もうご存じないですよ。いや、それは牛若丸、吉田義雄の名前は永久に不滅ですよ。はい、いやいやいや、ね、私はこの番組に入る余地ないほど盛り上がってますよ。あの吉田さん、もうグイグイ入ってらっしゃいますから。はい、もう。では吉田さん、早速、はい、クイズ吉田義雄、これ私が呼び捨てにしてるんじゃないです。はい、クイズのタイトルはこうだよということで、皆さんにもぜひ知っていただきたい、ね。はい、私いつも吉田義雄様と提唱して、はい、嘘ばかり鼻出てきましたよね。ごめんって言ってました。吉田結構、はい、では参りましょう。クイズ吉田義雄さんでございます、はい、さあ、初めて聞くかのようにお聞きください。吉田さんがまずどう答えてくださるか、皆さんにもお答えをね書いていただきますが、吉田さん、皆さんの答えが揃うまではお答え言わないでくださいね。はい、はい、奥様の好きなところはどこでしょう。吉田義雄さんがその奥様のお好きなところはどんなところだと吉田さんはお答えになられるでしょうか。さあ、お書きいただきます。もう本当に筆止まってますね。はい、真剣に考えていただきましょう。はい、好きなところ、さあ、ボケるもよし、真面目回答もよし、実は聞いていたもよし。はい、吉田義雄さん、奥様と私もね、はい、一緒に西宮の美味しい中華料理屋さんでお食事ご一緒させていただいたことあるんですけど、本当にね、あまりおしゃべりにはならないんですけどね。ご主人を立てられる素晴らしい奥様でございまして、はい、いやいや、これでしょ。これでしょう。岡田さん自身が、はい、さあ、では先に皆さんの答えから見てまいりましょう。はい、クイズ吉田義雄さんでございますが、まず奥様の好きなところ、吉田さんはどう答えると岡田さんは想像なさいますか。ここ出すんですか。はい、背が小さいところ。あ、ここで入らない。奥様も小柄でいらっしゃると。はい、はい、ちょうど釣り合いがいい。あ、なるほどね。あ、はあ、はあ、あ、確かにちょっと小柄な奥様でいらっしゃる、はい、そこがええですわとおっしゃるだろうと。はい、掛吉さん、いかがでございましょう。まあ、真面目に、はい、
お料理がお料理お上手という手料理なりそう噂話なりは聞いたことがあるいやないですけどないんですないから当時は食ってのすごく大切にされてたんじゃないかなとい う, う、ねね、オールスターの商品が小豚だったっていうのものすごく楽しみそんな時代だったんですか、ね、吉田さんそんなこともありましたね時代ですよねそうでしたね、はいはいはい、長男でしたねさあ真由美さんはどう吉田さんの奥さんのことを称されるかいや可愛いよと、いいおっしゃるんじゃないかそう、うん、あのちょっと似てるかもしれないそのとね、はいはい、あの真由美さんはちなみに奥様にはいつも可愛いよとおっしゃってますかえあれそういうことを聞く番組は言って打ち合わせで言いますから、いやそれはもちろん言ってます言ってますね、はい、さ私答えるんですか、はい、お答えをお願いしますブーブーブーお三方とも外れている、はい、奥様の好きなところ吉田さんズバリどこでございましょうかのろけるわけじゃないですけどもね、はい、結核に言ったことを答えてくれることですね、はいうん、言ったことに的確なお答えを奥さんがなさっている尻に惹かれてるということですねあら、はい、そうなんだそれが家庭円満のもとですねあ勉強になります、はいはい、何か奥様をお家で困らせるようなことが吉田さんあるんですかいやそれはもう六十数年いるといろいろありましたからね、はいはいまだ靴下のしまってある場所は覚えられへんのとかって怒られたりするとかそういうことですかいやそうですねしかしやっと最近ね、はい、やっぱ身の回りは自分でせないかいうようなことがね、はい、ちょっと分かってきましたねはあ、はあ、ご自分でいろいろちょっとずつなさるように何にもできなかったんですけどね、はあ、プロ野球時、ね、時代にはその選手の遠征っていっぱいあってその荷物を準備するとかも奥様にそうです、はあ、これね、はい、もう例えば遠征行ってね、はいストッキングの靴下はもう全部自分で洗ってましたんですよ。あ、それはご自分なさっていた。はい、はいはいね、今は仕事もクリーニング出すんでしょ、はいはいはい、そうじゃないですか。あチームとしてね、はい、そりゃそうですわね、はいはい、最近はなんかね、はい、吉田さん新しいことを覚えられたそうでしてあなんか、うん結構テクニカルなことを最近私これできるようになりましてんということ何ですか何ですか私が答え知ってるんですけれども私から答え言いますと最近 IC カードに、ね、現金チャージできるようになりましたと吉田さんがそれおできになられるようになったと最近ね去年の2月から車を辞めましてね、はいはい、ちょっと電車に乗ることを覚えましてねあそうかはいあの お金入れてカードですって便利ですね電車乗んのはあはあはあそのチャージを駅とかでなさったりとそれ の, あの仕方を覚えましてねはい入れたら3人なんて電車乗ったことないでしょあ真由美さんできます IC カードのチャージできませんできません今言われたら何のことか分かんなかった、そうだと思う、はいうん、新幹線移動とかねいろいろあるのはあると思うんですけど新幹線はねなんとか行けます、はい、一人乗れるようになりましたそれ以外はもう全然ああの無縁でしょねえ、うん、加計さん確かに選手時代からね、はい、こんなのチームがやってくれる新幹線飛行機ぐらいですよ ね, ね僕らの乗るというのね阪神電車用のランでしょここは是が非でも乗っていただきたいですよね、はいはい、もう大騒ぎになりますけどね、小原さん電車で動いたりとかって電車乗らないですね、ね最初入った時阪神電車のパカードをね確かにカードもらってそうなんですかあ乗ってなかったあ、はいまあ、一応通勤用にみたいな2分の何回乗ったかな、なんかぐらいの感じで、ね、あのパスカードパスは何ていうかなこの、ね、定期みたいな定期みたいなもらったもらえるという時代があったということですね、はい、やっぱ車やめないとそれはできませんねそういうことですね、はい、そういうことだと思います、はい、さあ、はい、1問目やっと終わりましたはい、では2問目いかせていただいてよろしいございますでしょうかはい、はい2問目参ります。吉田芳雄さんの今年の初夢なんか夢を見られたと伺っているんですがどんな夢を見られたのでしょうかということをこれもなかなか難しいですね、昔から一富士二鷹三なすびなんていうね縁起のいい夢の、ね、見る順番がありましたが、はい
そんな中コメントも届いております。ブーブーブーかわいい、ほんま元気やな。私も耳元であの石田さんのお声を聞いてとっても癒されています。されますね、はい、さあそんな吉田さんがどんなの3回も言ってくれはる大監督いないですよ。あんた、さあ何の夢を見たのか、じゃあ真由美さんから見せていただきましょう。お願いします。これ言うんじゃないかなと思ってます。タイガース優勝の夢を見ました、はい、とおっしゃるんじゃないかと、はい、吉田さんの普段の口癖でもございますね。そうですね、はい、まあ、これは真由美さんの夢と一緒でございますか。はい、はい、加計さんお願いいたします。はい、もう87歳になられるんですよね、はい、で70代ゴルフスコアを出す。これやったらすごいね、大エイジシュートですよね、大エイジシュート、はい、はい、いうことですが、ゴルフ70代まだでも吉田さんはお上手ですからね、可能性はありますが、はい、はい、この間もゴルフに行かれたという噂を聞きました。岡田さんいかがでしょう。はい、2回目のエイジシュート、あー同じ、はい、初、まさに初夢ですね、はい、はい、さあ、ゴルフネタ2つ、そして阪神優勝という、もう真由美さん消してますけど、早々にもっとボケるべきだったということで消してもらいますけど、はい、吉田さん正解をお願いいたします。エイジシュート、おーおー正解、エイジシュートの夢、いや僕のゴルフはね、はいはい、岡田が一番よく知ってまして、よく回るんですけどね、はい、全く面影なしです、昔の私の。ね、それはずいぶん昔にね、市枝さんも元気な時に、私、伊藤シリアアナウンサーと一緒に回らせていただいたことがあったんですよね、軽くひねられましたけどね、はい、1回やられてるんですよ、だから2回目のね、そう81の時に僕も一緒だって、で81の時にエイジシュート、81以下だったということですか、はい、そう81、そうですね、81でも OK ですからね、はい、吉田さんのゴルフのスコアどれぐらいなんですか。一番良かったのは吉田さんいくらお出しになってるんですか。78ぐらいある。78、あ、ね、今もね、はい、まあ、ゴルフの話は真由美の前ではできませんけどもね。もうね、はい、我流 でしてね、はい、でも70代で練習としたかったんですけど、今はね、はい、100まで行きたいですけども、100切れないです。いやいや、それは最近切ってますやん。先週2日の日は120何倍やった。岡田さん数字全部覚えるから、はい、いや一緒にやりましてね、はいはいはい、もう NR もう守ってた。ちなみに岡田さんはやっぱりその時も調子良かったんですか。そうですね、まあしかしね、いい時と悪い時やりまして、はい、岡田のゴルフは面白いですよ。面白い。きっと愛楽をね、分かりやすいですよね。はあ、はあ、はい、すごく性格が一番はっきりしてます、ゴルフしたら。なるほど、はい、これいい意味ですか。もちろん、ね、やってて楽しいってことですからね。はい、はい、まあ、真由美さんもそれこそエイジシュートはおやりになられるぐらいの、ね、去年ね、1打足りなかったです。そう去年ね、70だ、67でも67、あ、そうなの。1ヶ月遅かったらエイジシュートだったんです。すごいけどね。67、あ、そう、66、あと1ヶ月遅かったらエイジシュートだった。すごいねこれ。大概フルバックから回るんでしょ。いや、その時前からレギュラーからですか。はい、ああ、ねえ、まあ、はい、コメントも続々届いております。いております、はい、いや、中村さん一言言いたいんですけどね、はいはいはい、タイガースの優勝は夢よりも念願ですけどもね、はい、やっぱりいい選手に恵まれて運があるということは、ね、はい、やっぱり優勝できることでね、85年まさにね、85年を思い出しましたよね、うん、ねえ、いい選手がやっぱりいてくれたから勝てたんですよ。まさにおっしゃる通りですがね、はい、おそらくその辺もね、はい、賛同なさってる、メールが来てるんじゃないかと思いますが、はい、はい、あ、すいません、はい、ちょっと話が変わるんですが、変わるんですか。はい、はい、吉田芳雄さん、はい、福本豊さんのコンビはマジで癒される、はい、本当に元気だな吉田さん、長寿の秘訣は何だろうというコメントです。ああ、やっぱりよく食べることですよね。あ、最近ちょっと睡眠不足でしてね。あら、はい、もうコロナでずっと家にいまじしてますんでね、はいはい、昼テレビながら
寝るんでしょうかね、はあはあ、か昼と夜がちょっと間違ってますね、逆転してしまう感じで元気でね、やっぱり昼はね、はい、健康で動かないといけませんね、まあ延べ時間では寝てらっしゃるんじゃないかと思いますがそうですよね、あんまり睡眠不足じゃないと思うんですよいやいやもう、ね、それ聞いて安心しました昼間寝てらっしゃるだけじゃないかと、はい、はい、すいません、あれですか、夜目が覚めて起きてる時に何かなさることとかあるんですか、ゲームしたりそれこそ YouTube ご覧になったりとか。そんなこと全然できません、はーはー、はい、もうなんて言いますかね、うん、もう時々テレビつけたりしましてね、やっぱり、はいはい、やっぱり昼は動いて、うん、夜は寝ないといけません、ね、これが人間の摂理ですよね、自然にかないますよね、ゴルフなんか見てるとね、はいはい、ほんとまた情熱ありますよ、あやる気が、ちょっと短いあの、はい、パター外したりするとね、はいはい、カッて悔しがってますもん、はい、すごい、そらだからね、岡田さんのこと見てて面白いって言うけど、岡田さんから見てても吉田さんのゴルフは面白いんじゃないですか、いやいやもう面白いですよだから情熱ありますよね、まだ ね、悔しさ、燃えるところはあると思います、いや性格が出ます、性格が、はい、はい、あのお話も盛り上がっているのですが、はい、この石田さんとのお電話の間に、はい、なんと1万1200人を突破して、さらに400人増えました、ね、はい、ドクロボありがとうございます、はい、気がついたらこんな豪華なメンバーで、そうなんですね、あ、せっかくですからね、あの4つ質問用意して、ぜひ吉田よしおさんにも答えていただこうかなと、それはいきましょう、はい、はい、ね、とりあえず1枚、はいはい、お願いします、最近やらかしてしまったエピソードは、やらかしたというこの言葉のニュアンスがね、はい、はい、吉田さん、はい、なんか最近ちょっと失敗しちゃったなっていうことがありましたら、はい、もう失敗の連続使いましたどんなことがありましたかね、どんなことがありましたでしょうか、はい、やっぱりね、いろんな面でね、私は87歳ですけどもね、もうコロナも含めて、はい、あの生活があの一変しましたからね、ですね、いやあの関わりましたからね、はい、やっぱりね、中村さん、はい、何が大事か言うたらね、やっぱり命って健康ですね、健康ですね、あ、やっぱその源は足です、足腰、うん、そうです、はい、やっぱり足が元気であってほしいと思いますね、はい、はい、ということで、はい、それに聞きます、はい、もう、もう何を聞いても人生訓話になってるから、はい、はい、吉田さん、はい、あのこのお正月はあの歩いてお近くの神社参拝なさったりとかぐらいはなさったんですか、あの一応ね、はい、もうそれは勤めとしてね、あ、はい、あの歩こうとしてますけども、はいはい、よく歩いて5000歩です。万歩計持ってましたね。でも5000歩素晴らしい。はい、5000歩と言いますとね、やっぱり、はい、あの1時間ちょっと休みますけども ね、まあ、それが日課とすることが僕の健康法だと自分に言い出してましたね。有言実行でこれなさってるんだ。いや、これはね、すごいわ。寒いですよ、今。今寒い。難しいですけどね。はい、はい、はい。はい、それで、はい、いいですか、寒いですよ、今は。ね、寒い。気をつけてもらわないと。お話いただいてる間にうちの加藤ルカが、あ、加藤じゃない、あの加藤ルカが、はい、あの勝手に次の、あ、すいません、次の質問を引いてしまいました、はい、吉田さん、あの、はい、最近奮発して購入した高額なものってありますか、はい、何ですか、奮発して購入したとっても高い高額なものってありますか、あ、高額なものね、はい、もうお金あんまり使いませんね、そう言われたら。動かなくなったからね。やっぱりこの間ね、はい、歩くのも含めて暖をというかちょっと寒いんでね、もうあのなんて言いますかね、ふかふかのダウンジャケット、そうそう、ジャケットをね、数万円、数十万円に近い、いいもんじゃなくてもいいのにね、そこは吉田さんの自由じゃない、まあ、いや歩くだけですからね、ちょっとお三方にもね、最近ちょっと高額なものを買ったかなんかあれば、はい、あるいは行ったとかそういうことでもいいですけども、はい、もう最近動かないからね、あんまり、ね、ないんですけどね、はい、これでね、あのウェッジゴルフの、やっぱりそっちの道具になります、ね、はい、60度と、はい、
56度のウエッジを2本作ってもらったんですよ。はい、1本ね3万3000円かなんかして、これ高いんですよね。やっぱちょっと高いですよ ね、もうちょっと安くならないかなと思ったはい、掛布さん何か思い当たるところは。僕も最近は高額なものを買うことはないです。スーツぐらいですかね。あ、やっぱりね、はいはい、ジャケットぐらいですね。いつもねオーダーメイドでビシッと体のラインに合ったやつね、着てらっしゃいますが、ね、本当その色柄も含めて結構おしゃれなんですが、はい、そうですね、ちゃんと私的な色はあんまり興味ないですでも裏は僕のがあれかもしれない。おしゃれ、あら裏地すげえやこれ、これは聞いてみるもんだね。裏地は負けてるんです。裏地全然もう地味で全然僕勝ったでしょ、はいはい、全くダメですね。岡田、はい、さん最近なんか。いや、もう最近もうないですね。クラブはそれこそね、クラブ変えたぐらいですね、まあ、去年のオフに、はい、ね、私の知り合いの新聞記者からもね、岡田さんからいただいたクラブは大変よく飛ぶというので、俺は飛ばなかったのにね。はい、飛ばなかったからやったのに、はい、スコアが大変いいと喜んでおりましたけどね。はい、さあ、ということでね、まだまだお話も続けたいところなんですがね、はい、そろそろお開きの時間も近づいてきたということで、はい、さあ吉田さん、はい、お三方にも今までずっと伺ってきているんですけどもね、はい、まずは吉田さんに伺いましょう。はい、今年の阪神タイガースに期待すること、まあ、またこういうところをぜひ大いに成長させてほしいという提言ありましたら伺いたいと思います。お願いします。もうね、世代交代で若い人が踏ん張ってくれるということでね、はい、佐藤選手を何とかしてね、はい、やっぱりレギュラーになってほしい。ちなみに吉田さんだったら、はい、あの何番どこのポジションで使おうって思われます？いや僕はね、はい、7番で外野かファースト使います。7番で外野かファースト、あとはもう出ると思います。なんかいい、はい、あの韓国から入った外人がいますね、ロハス選手とかね、大山を中心にね、はい、北本とやっぱり大山を中心に日本人に両外人、ね、外国人が支えてですね、はい、うん、行ってほしいですね。85年はね、はい、掛布岡田をバースが支えて、はい、あの徳井真由美がトップで ねトップの、それで、切り込み隊長、はい、信頼感やっぱり首脳陣と選手との信頼感というのは最後の勝負だと思いますよ。はいはい、はい、ね、お三方がっと阪神を盛り上げてね、はい、若手を育ててね、うん、そういう意味で元気で1年間阪神を盛り上げていってほしいと思います。はい、はい、ということでね、はい、それについてもコメントいただいてますか。はい、吉田さんへのコメントも視聴者の皆さんから届いております。はい、うん、吉田さんはまだ普通に実況解説できるんがすごい、うん、100歳で現役解説している吉田さんを見たいというコメントです。はい、100歳で解説、まあ、健康気をつけてそのように念願を叶うように頑張りますんで、ね、よろしくお願い申し上げます。はい、お願いします。ね、はい、ご長寿の解説の方も、ね、いらっしゃるんですが、はい、吉田芳雄さんがおそらくギネスの記録を更新するんじゃないかと、ね、期待しておりますけれども、はい、さて、来週のラジオトラバン、ラジオでトラバンではクイズ吉田芳雄リターンズとやるんやそこでまたということでございまして、吉田さん、また難問珍問ね、ラジオの方でもお答えをいただくということになりますけれども、はい、今シーズン1シーズンも矢野阪神を、ね、はい、ABC のテレビラジオそして、ね、はい、衛星中継も含めまして大いに盛り上げていきたいと思っておりますので、はい、みんなで盛り上げていきましょう。はい、どうぞまたよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。何の質問をしても、最後人間は足腰であるということに帰結していきましたけどね。一番入ってたいことだね、はい、ということでございまして、吉田さんからもね、まあでも若手の登用っていうのをね、まあ、毎年年おっしゃってるところなんですが、真由美さん、はい、真由美さんからもね、まとめのコメントを順番にいただいていきますけれども、はい、吉田さんのセリフっていうのもやっぱりね、85年の時からやっぱりそういう思いってね、主力選手とそこに新しい選手の起用っていうのを ね、はい、考えてなかったですよね、やっぱり、うん、リードしてて、はい、最後の守備固めとかっていうのをね、2人入れてましたからね、北村選手だったりとかね、はいはい、吉武っていうのね、はい、ね、ああいうところっていうのは、はい、あの頃ってそんなに守備固めするようなチームってなかったんですけどね、うまいことの若い人と
あのベテランとうまく使ってましたよね。ねえ、はい、まあ、その阪神タイガースが今年ね、まあ、新たな中心選手、まあ、大山選手のことを、はい、今年は大山を中心にとスパッと言えるこの時期っていうのは去年にはなかったすっきり感はちょっとあるんじゃないですかね。ですよね、はい、ただね、毎年ね、あのキャンプに行って疑問なんですけどね、誰がどこを守るのっていうのがね、すごくもう気になってしょうがないんですよ、はいはい、で選手もね、それね、もうぞ気になってるんじゃないかなと、ある程度勝負をする、うん、あのポジションっていうのをね、はい、決めてあげた方がね、もっとその勝負しようかなっていうね、気持ちも高まりやすいんじゃないかと、出てくるんじゃないかな、誰がライバルでってはっきり決めてやった方がいいんじゃないかなと思うんですよね、はい、あんまりあのキャンプ中にね、うん、多分ショート守ってる人がセカンドだったりとか、セカンド守ってる人がサードだったりとか、うん、で外野に行ったりとかっていうことが、はいはい、出てくるとね、やっぱりちょっと士気が下がるんじゃないかなっていう気持ちあるんで、うん、はい、とにかくあのもう絶対もうずっと これで固定していきなさいんじゃないんですけど、キャンプの間はある程度もあのどこを守りますよっていうのを決めてほしいなっていうのは、ね、ありますね。はい、ねえ、掛布さん、まあね、阪神も2005年以来ずっと優勝から遠ざかっていて、そうですね、ですからある程度その固定メンバーが決まってきて、初めて若手の育てるポジションを抱いてくると思うんですよね、はい、まあ、そういう意味で近本、大山、梅野、うん、この辺りはある程度固定して1年間戦わなければいけない選手3人いますよね、はい、あとその大山挟む外国人2人がですね、きちっとはまれば、はい、今吉田さんが言った佐藤君のポジションというのが見えてくると思うんです。なるほどね、だからどちらにしても外国人2人というものがすごく今年の阪神を大きく左右するんじゃないかなという気がしますね。ということですね、はい、さあ岡田さん、はい、今年の阪神、まあね、岡田さんの監督時代以来ですから優勝遂げれば、外国人2人、まあ、最初開幕ね、3番、はい、5番、ね、あの大山含めて機能すれば、うん、あの佐藤選手ね、新人でライト使っても全然そのね、あんまり目立たないように使ってあげればいいですね、負担のかからないようにね、まだちょっと最初はね、うん、ちょっとこうね、別に打たなくてもあんまりそこに比重がかからないというかね、まあ、あとね、あの今日はあんまり話題にはなりませんでしたが、守りの要キャッチャーもね、うん、去年はスタート時では原口や、ね、坂本選手も含めての、ね、トリプル使用体制みたいなところからお試し使いが始まりましたが、結局は梅野選手に集約されていきましたけれども、はい、真由美さんはまあその扇の要キャッチャーはどうですか、一人に固定した方がいいとお考えか。なるべく固定した方がいいなと、うん、まあ、体力的にね、はい、夏場疲れてきたら、うん、あの変わるっていうこともあるでしょうけど、なるべく固定した方がいいな、ね、っていうのはやっぱりね、ま、前の試合を一応頭に入れて、次は、うん、次の試合はこういうリードしようとか、このピッチャーはっていうようなリードの仕方もね、試合に出た方がね、分かりやすいんじゃないかと思うんですけどね。いうところがあるでしょうかね、加計、はい、さんいかがでしょうかね。もうおっしゃる通りですね、はい、梅野しかいないでしょう、はい、で今年梅野 FA 権を取得するのか、今年ですよ、ね、はい、今年で、ね、手に入れると、はい、だからそう考えると梅野は非常にこう、うん、自分をアピールするためにも、うん、大きな一年になると思いますので、うん、梅野を中心に1年間戦うべきじゃないでしょうかね。ねえ、大事な扇の要でしょうね、岡田さんね。まあそう、まあ、梅野ですよね、うん、まあ、100社以上はやっぱり梅野でいかないんで、うん、はい、まあ、先発ローテーションでね、いいピッチングして2回ぐらいちょっと負けたら、うん、ちょっとキャッチャーちょっと気分転換、うん、もうこれは気分転換ですよ、ね、うん、はい、そこで変えるんじゃなしに、ね、はいはい、うん、気持ちの上で変えたりして、まあ、100社以上はやっぱ梅野にかぶさらないとね、やっぱりね、うん、はい、いうことですね。まあ、そこに新たにね、そのレギュラークラス入り込めなかった人たちが代打陣も含めてね、どう補う選手としてこれもベンチ入りのメンバーに揃えられるか、はい、ね、真由美さんも監督時代はそこも随分頭を悩まされたでしょうし、うん、それこそ現役真由美明信さんがね、あの代打の神様になられてからっていう、そういう便利な選手がいるといいんですけど、今はそういう時代ともちょっと違いますけどもね。そうですよね、うん、もう代打なんてのも最後の方でいいですよ、うん、それはそれでということでね、はい、はい、さあここでコメントを紹介していきます、はい、うん、阪神が弱くてもお三方のように素晴らしい OB がいるのでファンやめられない、掛布さんおしゃれよな、うん、野球の真剣な話もいいけど、うん、こういうのも正月っぽくていいですね、うん、このお三方の意見を聞けて本当幸せです。今年こそ日本一見せてくれ、はい、毎回3人でやってほしい、面白すぎるなどといった、うわ、ありがとうございますね。はい、ここで、うん、
はい、情け容赦なく、はい、また100人が増えていますので、用意したネタは全部やりたいらしいです。はい、はい、それだけ100人が増えているとこういうことですね。皆さんご登録ありがとうございま す,、はい、います。では、はい、これが最後の、はい、ドクロボックス最後にふさわしいのかな、これ。何ですか、いいですか、はい、どうぞ、はいはい、菅総理に一言物を申し上げます。なるほど、さあこれは、はい、かなり不相応でした。すごいのが来たね。バラエティに飛んでおりますね。岡田さんからいただきましょうか。菅総理にちょっと、なんとか言ってください。はい、もうガラスとかあんまり冗談言わないで、ね、ちゃんと、はい、まあ、ね、今回出ましたけど緊急、もう本当にこれ、はい、まあ、スポーツっていうかね、そのまあ、一番早く今度相撲始まるのかな。そうですよ、やっぱりね、お客さんがいっぱい入って、はい、ね、その応援っていうかね、うん、そういうのは それがものすごい選手というのはね、しになると思うんで、本当早くね、まあこれキャンプ終わる、ね、2月、ね、なんかそこまではもうに絶対こう収束するというかね、うん、はい、その強い気持ちというか、それをね、バンバン走ってほしいですよね。ね、はい、加藤さんお願いします。はい、まあ、僕らも戦争は知りませんけども、はい、まあ、コロナという戦争で今戦ってると思うんですよね。ですね、まあ、そういう時に、うん、まあ、国のトップという方が、うん、まあ、強い目力で、うん、強い言葉でメッセージを送るということは、はい、すごく大切だと思うんですよ。ね、すごいいい医療現場を持っていても、はい、国のトップダウンのいいメッセージがなければ、はい、それは機能しなければ戦争に負けてしまうと思うんですね。動かないってことね。うん、だから国のトップの、まあ、強い目力、うん、強いメッセージ、そういうトップダウンというものが、はい、そう必要なんじゃないかなと思いますね。そう聞くと本当に野球も日本の国政もトップが迷うと。と思いますけど ね。全体が迷っちゃうってね。まゆみさん、なんかまさに共通性があるのかなと思いますが。いや、それはね、はい、決断するのはなかなか難しいなと思うんですよね。で、うん、後付けでいろいろ評論されるわけじゃないですか。うん、はい、あの時の判断が間違ったらよかったとか。はいはい、でもね、どんどんもう判断していって、どんどんその、うん、表に出てきて、ね、コメントもどんどん出していった方がいいんじゃないかなと、はい、でやっぱりね、よくしようと思って言ってる人だから、うん、あまりマスコミもね、うん、上げ足取ったりとか、うん、批判したりとかって、はい、しなくなると、もう少しね、はっきりね、ものを言うようになるんじゃないかなと思うんですよ ね、はい、ね、そういうふうなことをしてもらいたいなと思います、ね、本当そうですよね。まあ、今年2021年にずれ込んだそのオリンピックがね、無事7月に開幕できるか、開催できるかということもあるし、プロ野球も予定通りの日程で始まっていくか、ね、こういったところもやっぱり政治的な判断も今後、ね、より色濃く出てくるという中、はい、こんな固い終わりで終わってはいけないのか。はい、そうです、こんな番組じゃもともとなかったですよね。こんな番組をこんな色きた、びっくりしました。本人がアナウンサーだと言ってるからアナウンサーだっていう程度の、はい、出しゃばってすいません。はいはい、ここでもう一度プレゼントの告知を、はい、今回10万人突破の特別プレゼント企画で、こちらレジェンドお三方のサイン入りグッズが当たります。おはがきにですね、ご自身の氏名、電話番号、そしてご住所を記入した上で、こちらの宛先までぜひはがきでご応募ください。ちなみに当たるのはこちらの木製バットになります。お三方のサインが、ね、入っておりますので、うん、皆さんぜひご応募お願いいたします。これはもうウルトラレアものでございますが、はい、ね、ぜひどんどんご応募いただきたいと思います。さあ、では最後の質問でございます。皆さんにお伺いしたいんですが、今シーズン阪神タイガースが優勝する優勝確率は何パーセントでしょうかということで、忌憚のないご意見も、まゆみさんよろしくお願いいたします。 60%。 この数字は他の5チームの中で一番高いということですか。もちろん高いですよ。ああ。でそれ以上ってだって 40% しかないじゃないですか。いや60%。阪神は60だけど巨人は70って言うからとか。それはもうジャイアンツが40ぐらいですよ。40ぐらいで、はい、40ちょっと切るぐらいで、他のところは 1% ぐらいだ。それぐらい阪神は人はいるんだと、はいはい、大チャンスの年なんだと。そうですね、はい、加計さんお願いします。まあ、菅野君がメジャーに挑戦してたら僕は60、70上げたかったんですが、はい、もう巨人と50、50の一騎打ちじゃないですか。まさに 100% を両チームで分け合うんじゃないか、負けるという感じじゃないですかね。はいはい、岡田さんお願いします。ここは、まあ、50ですね。やっぱり巨人は45、はい、で DeNA が5ぐらいですね。 DeNA5 あとの広島、ヤクルト、中日、絶対ないです。
結局ヤクルトも小川ライアン投手はねもう行かないとかっていうことになっちゃったみたいでね、うん、結構まあ今年はねあの日本から海外にも行きにくいし海外から日本にも行きにくいというシーズンになりそうなんですが、うん、はい、ということで真由美さん 60% 加計さん岡田さんはそれぞれね 50%、まあいわゆる過半の数字を阪神タイガース優勝という数字でね上げていただきました。はい、なんかまだありますか。あ、もう、はい、もう大丈夫です。特段ない、はい、やり切りました、はい、ということで、こんなグズグズで果たして終わっていいのかということでございますが、これで物足りないと大丈夫ですか。最後に噛むか、まあ、噛みっぱなしですけど、ね、最後にねこんなことで物足りないという方も多いかとも思いますけれども、あの近々またやるんじゃないかと思いますので、はい、またねぜひ登録しつつこの番組にも参加していただきたいというふうに思います。今日は本当にビッグなお三方にお集まりいただきまして新春の素晴らしいトークショーになりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。また次の機会にもね、素晴らしい顔ぶれでぜひお目にかかりたいと思います。今日はこの辺でお別れをいたします。どうもありがとうございました、はい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。